川崎義和は、地方競馬の金沢競馬場、金田和正厩社所属の元騎手である。勝負服の柄は白、青巨子系、袖青日本林。和歌山県出身。血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手課程第80期生。2004年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得し、高崎競馬場、金田和正厩社からデビュー。 同年10月9日、第9回高崎競馬1日目第2競争 C518 組、条件戦ウィナーワールドで初起乗。同年10月23日第9回高崎競馬4日目、第2競争 C518 組条件戦を、ヤシロフェアレディで優勝し、初勝利。同年12月31日をもって、 高崎競馬場が廃止されたため65戦5勝の成績で一度引退。所属の金田和正長教師が金沢競馬場に移籍したため長教休務員をしながら騎士免許の再取得を目指し2007年1月1日付で騎士免許を再取得。同年1月21日から3月16日まで笠松競馬場へ冬季交流競争のため遠征、滞在し、 同年1月23日第18回笠松競馬3日目、第5競争ラ系、B8 組条件戦大和ラウディで起場を再開した。同年2月13日第19回笠松競馬3日目、第4競争ラ系、B10 組条件戦を、大和ラウディで優勝し、再デビュー後初勝利。同年4月2日、第1回金沢競馬2日目第7競争、スピカ特別を、 ブライティアビスタで優勝し、金沢競馬での初勝利を挙げたが、2008年1月5日の起乗を最後に、騎士免許の更新をせず再度引退した。地方通算成績は266戦25勝2着18回3着24回、勝率9.24%、連帯率16.2%台80期騎士候補生。 終了式地方競馬情報サイト平成16年度第2会長教師、機種免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト平成18年度第3会長教師、機種免許試験の新規合格者初地方、競馬情報サイト帰ってきた、幻のジョッキー、赤道広のレッドビュー金沢からの登記、交流競争場が出走。日曜日も開催です。 笠松競馬笠松金沢で登記、交流競争 -netkeiba.com 紹介が遅れました。すみません。金沢競馬佐々木二度目の初勝利、川崎和義騎手、笠松競馬金沢競馬所属の川崎際騎手が、初勝利金沢競馬場、金沢ホースパーク。ありがとうございます。